実はねこの感染者がどんどん増えてる昨日も131年と言いますけど、はいはい、僕ねこれ、はい、実は私四月ぐらいから俺ずっと同じこと言ってるんですが、はい、感染者の数は参考記録やとわかると思ってるんですつまり今回もですねその、はいえー、増えたのは、うん、う PCR 検査が、えー、もう めちゃくちゃゃく大規模にやってるからですね、はい、だからも、もうたくさん検査したら増えるの決まってますからね、はい、ははでどうも調べてみると、感染してる中の8割は症状ないっていうんですね。ね、はい、僕はね、だからちょっと調べてみたんですけど、はい、ちょっとこれ、小さいカメラなんですけど、これ見,見えますかね,、はい、うんね、僕はね、一応、えー、これ死者なんです、東京の。月は人、うん、ね で4月に104人、どん、はい、と増えたんですよ、えー、一気にもう7倍ぐらいね、えー、で5月は185人、また倍ぐらいだった、とか6月は20人、うんうん、か7月、もう7月も標で28人で、もう7月、3人なんですよ、えー、あ死者の数に比べていえばね、ねこれ、死者の数で、僕はもう前から、あこれ、4月の時点からね、うんあ、感染者の数は参考記録やと、えーえー、重症者とか死者の数が、これ、本当の。はいその 状況を見るべきやと、はいえー、数としてはだから、ね、こういうことをね報道あんまり地上はしないんですよね、とにかくやたら、はい、今日は増えた、今日は増えたって、えー、また増えた、増えたいう時のうアナウンサーの嬉しそうな顔ね重症者と死亡者の数字を同時にやっぱり。 あの言ってもらわないと、深刻さがわからないですよね。ええ、ただ第二波は来てるんだけど。ね、これがまあ弱毒化してるかどうかですよね。はいええ、要するにウイルスっていうのは。その宿主が。 死んでしまうと自分自身が生き続けられないからこれ弱毒化していくのがまあ原則といえば原則なのでけど弱毒化はしていないという人もいるからこれ分かりませんけど分かりませんけどやっぱりその必要なデータは。 これは出してほしいですよね、重症者の数と感染者の数は、これは同時に行ってほしいですね、うんえー、言うときと言わないときがあるじゃないですか、あのたまに言うじゃないですか、えー、重症者は何人って、えーえー、それ、毎回言ってくださいよ、えー、だからメディアはね、結構ね、なんか、煽ってるとかあるんですよ。う それね、ちょっとメディアは問題ない、つまりデータをきっちり分析してね客観的にデータをしてそれはもう、いろんな専門家が分析すればいいことで、とにかく数が多いと嬉しいみたとかあってね、はちょっと問題かなと思うんですね、もちろんその実態はまた分かりませんよ、これから今後の調べていかなきゃいけどませれでね、あともう一つ、ここにないんやけど、ここにないんやけどね、ちょっと一つね、 ええ、ー、カドダさんもお、ツイッターで上げてたけど、はい,はいはいはい。浅い芸能。芸能。はい。あのーはい、ヤクザの必読、必読版の、その、浅井芸能ですね。<laughs> はい。いや僕らが、浅井芸能は買わへんけどね。ど<う> <laughs> いや、この浅井芸能に、 浅い芸能なんてほんまもうかったもう20年ぶりぐらいやけどここにすごい記事があるわけえっとねどういう内容でしょうかいやあのねちょっと待ってね私は昨日の産経賞で慌ててね買いに走るみたいなそうやねあの産経賞の文章どこやったっけえっとあの産経新聞のコラムですよねう産経賞それそれやってるけどちょっとどっか行ってもたまぁ今「三あったったそれ三景賞ちゃうよそれ全部や 後半の方、後半の方にね、はい、朝日芸能のに、ええ、この記事があ,あった、あった、探検庁の後半にね、探げ、はいうん、えええー、朝日芸能手に取ってびっくりしたと、はい、北朝鮮スパイリストで。 文科省調査官の衝撃真相というスクープが載っていたのだ、記事によると韓国の情報当局は脱臆者団、脱北者団体を家宅捜索したところ、ええ、北朝鮮スパイリストが出てきて、ええ、教科書日本の、ね、教科書検定に関わっている文部科学省調査官の名前が記載されていたと。 こここれれすごいことやね韓国の,そのいわゆる脱北者の支援団体のそこにですね、えーまあ、踏み込んで、はい、いろいろ調べてみたらいろんなリ,リストが出てたそのリストの中にね以前からこいつはスパイだと分かってた公安韓国の公安が分かってたような人もいるんですが、はい、全く予想外の人物の名前もたくさんあって、えー、その中の一人に、えー、なんと文科省の教科書検定員がおったっていうんですよ。 もうあここにはね、名前は書いてませんけど、今、ネット上ではね、もうすでにこの名前が特定されて、いろいろ書かれてる人物が、もうほぼのねこれはね、実はね、これ、私と有元薫さんが出した本で、日本国旗のコンでこの時ですね、あの日本の教科書はいかにおかしいかということを2人がね、もういろんな教科書を原理取ってやってるから、このとき2人ともね、 こ,のこういう教科書を作っとるやつは誰かと、えー、実は教科書を作っとる著者は、はい、教科書の,あのお最後の奥付けに著者が書いてます、えーで、その著者を見ると、明らかに思想的におかした人がたくさんいるんですが、えー、問題は、えー、そういう教科書は、はい、誰が検定してるのかということなんですよ、えー、でこれは文科省の検定員なんですが、この検定員は一切発表されてないんですね、<ー>でこんな教科書を検定したらあかんやろ、だこの検定員、誰やねんということなんですが。えー でこれ、今回その、えー、実は北朝鮮のスパイが。